全裸になってご自身の体を確認してください。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、自分の体を綺麗に見せるための着こなしのコツをお話ししたいと思います。お洋服を着るときに重要なことっていうのが、自分の体型のことをちゃんと分かってるかどうかっていうことなの。背が高いとか低いとか、ぽっちゃりスレンダー、いろいろな自分の中で分かってる部分であると思うんだけれども、もっと部位をね、肩がどう張ってるのか、なで型なのか、上半身と下半身がどれくらい差があるのか、お尻が大きいのか小さいのか、別にその人と比べてどうのって話じゃなくて、ご自身のバストに対してヒップがどれくらいバランスが整ってるかどうか、もしくは上半身が割としっかりあって下半身が小さめでウエストがあんまりないタイプとかね、逆にね、ウエストがきちんとカービーであるっていうところを私たちは理想としてるの。肩があってウエストがちゃんとあってヒップもあるっていうカービーに、プラス背が高くて顔が小さくて肩がちゃんとあるっていうと、絶対的に洋服が似合う人の条件なのね。だからどうすればいいかっていうと、背が高くなるのってなかなか難しいと思う。だからいかにスラッとして見せるか、いかにウエストがちゃんとあって肩もあるように見せるか、いかに小顔に見せるかっていう目くらましみたいなものがすごく重要になってくるの。あとは足のコンプレックスって結構多いと思うのね。私なんかも運動やってた関係でしっかりした足してるんだけど、足の個性を知ってほしいの。足の個性ってどういうものかっていうと、例えば O 脚なのか X 脚なのか、棒のようにヒュッと細い足なのか、太ももが太いんだけど膝から下が細いとか、逆に全部太いとか、膝から下が太いんだけどももが細いとか、膝だけが太いとか、いろいろなね個性があるんだけど、そこをねきちんと見極めてもらいたいの。それが重要になってくるのがスカートの丈。自分がスカートを買いに行った時にどの丈が一番似合うのかっていうことを把握してると失敗しないと思うのよ。はい、このように足の個性を4つに分けてみました。1つ目、左側が一番ね理想的と言われる何でも着こなせるタイプです。そして太ももが太いタイプ、膝が太いタイプ、膝下が太いタイプに分けてます。スカートのタイプね、長いものから短いものまで、そして A ラインといって下が太いもの、それからストレートのタイトのタイプ、それからこのように真ん中が膨らんでいるようなチューリップタイプでは、太ももが太いタイプさんにミニスカートを履いてもらいましょう。するとどうですか？太ももがこのスカートの裾の終わったところから見えてるからもったいないでしょ。じゃあどうしようって言った時に、まあこれだったら隠れるんじゃない、もちろんこういうものも大丈夫かな、こういうものも大丈夫かな、ここから上もまっすぐ細いんだろうなっていう印象を与える、目くらませができる。じゃあ膝が太いタイプはどうでしょう。ミニスカートはもう見えちゃうからわかるよね。じゃあこれだったらちょっと膝の太いところが見えてるから少し下げた方がいい、こういうものもちょっと長さがないと膝が隠れない、もったいないよね。では今度膝下が太いタイプを見てみましょう。はい、このようなものを履いても膝下の太いところが見えてしまう。ではこういう長めはどう。あ、余計にこの、ね、ふくらはぎが見えてしまう。ではこれぐらいの長さはどうかな。あ、これも同じくね、この太さが余計目立ってしまいます。ではこれはどうかしら。全部隠れるようなタイプよね。そうすると全て足が隠れるんだけど、これちょっとでも短いとこのようにね、足首のところがニョキッと出てしまうことで、よりここの裾のところから太さを強調させてしまうかなっていうことがあるので、長さにはやっぱり気をつけなきゃいけないし、こういう膝下が太いタイプさんはパンツなんかもねおすすめできるかなと思います。自分の足の個性にちゃんと合った似合うスカートの丈の選び方のコツ、今日こうやって長いスカート履いてるじゃない、スカートでも布でもいいんだけど、こうやってね徐々に徐々にこうやって上げてって、自分のどこの足の位置にスカートが終わると綺麗な足に見えるかっていうことを研究してもらいたいの。私またいつものように、もし今日初めてご覧になってたらごめんなさい、いつものようにセーター巻きよです。これを巻いてる理由っていうのが、こうやってセーターがあることによって腕細見え効果みたいな、はい、あとはねこれ別にこうやってほどいたっていいんだけど、ほどくことによってこのね脇の肉がちょっと見えたりとかする、下着の線なんかでね脳をこう隠したりとかする。でこれ私ね隠してる下着の線が出るからじゃなくて、
で、あら何かしらこれファッションなんだけどっていう風な気概を持ってぜひとも楽しんでもらいたいと思います。あとね、カーディガンだったりするともっとオフィスなんかとかでもこういう格好で人と会えると思うのね。そういう場合カーディガンの方がよりここから細見え効果が炸裂するわけなんです。それと同時にアイシルエットを作ることによって手が高く見えたりとかするわけ。あとは X ラインっていうものを今から作るね。聞いたことあると思うんだけど X ライン、アイライン、A ラインとかね、こうやってシルエットを作っていくことを言います。 X に見えるでしょ。これをすることによってウエストが細く見えるわけ。こういう効果を膨らませっていうふうに私は呼んでます。この夏にはこれぐらい漆黒のカーディガンだと暑苦しい感じがするので白いカーディガンだっていいと思いますよ、という具合にね膨らませをしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まず本当にぜひ全裸になってご自身の体を確認してください。では試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐香織でした。どうぞチャンネル登録お願いします。またね。